皆さんこんにちは、入木真理です。舞台ベイビーさんあるいは笑う曲バージョンについてが公演が始まりました。この作品はですね、昭和初期の満州で軍人さんの慰問をするサーカス団のお話です。今回は玉乗り見習いの玉ちゃんという役なんですけど、玉には乗れませんでも見習いなのでいいかなと思って甘えさせてもらってますなんですけど、サーカス団ということで得意の新体操を生かした見せ場もあるので、そこがおすすめポイントです。大変だったこと、稽古中大変だったこと、なんだろう、このサーカス団にベイビーさんという謎の動物がいるんですけど、それは見に来ていただいた方にしか伝わらないので、まあ、言いませんけど、でもそのベイビーさんの扱いというかがすごく難しかったです。これは見に来ていただいた方には分かるかと思いますが、どうですかね、日本から来たサーカス団なんで和風と言いつつちょっと中国のテイストを混ぜて、最初このピンクがなかったのですごくセクシーだったんですけど、ちょっと布を足してほしいですってお願いしてこのスタイルになりました。でもね、舞台に映える色をいただいたのでなんか嬉しいです。ここ変なサーカスよ。こんな細くていいで、一応大きいがいいんだよ。大きいの結構。ゼップブルーシアター六本木で上映を行っております。皆さんぜひ劇場に見に来てください。またね。